メトロデリマ、メトロデリマはペリューの首都リマの都市鉄道である。現在は1号線がリマの南端と中心部を結んでいる。この1号線には地下区間は一切存在しないが、今後開発が計画されている5つの新しい路線は地下鉄道になる予定である。開発が停滞していた当時の未完成路線の様子。 一号線の開発は1986年に始まったが、後にペルーは経済不況に陥り、開発は長期間にわたり停滞してしまった。その時点では、すでに 9.2km の路線が完成してあり、7つの駅と32の車両が準備されていたが、実験運行の結果、商業的に距離と需要が不十分とみなされ、営業運行は開始されないまま計画は凍結された。 しかし、2009年に入ると、当時の大統領の指令により国の交通通信省が開発を再開させ、2011年6月11日に2 1 4トルの路線が完成した。公共の試行運転の後、2012年4月5日には営業運行を開始した。2014年6月25日には新たに旧駅が開業し、 全長 34.6km の路線に延長された。リマ地下鉄は6号線までの建設を計画しており、建設中の2号線は2016年に開業予定であったが、建設は大幅に遅れており、2018年12月13日には開業を2024年とすることが決定した。ホルヘチャベス国際空港を通る 予定の4号線は2020年に3号線より先に開業する予定である。建設はブラジルの建設会社であるオデブレヒトが参画。後に同社によるペルー政権上層部へ贈賄を行った疑惑が取り沙汰され歴代政権に傷をつけることとなった。最終的に3人の大統領、オジャンタ・ウマラ、アラン・ガルシア、アレハンドロ・トレドに収賄などの容疑で逮捕状が 請求されている。2019年、アランガルシアは逮捕直前に亡命を試みるも失敗して自殺している。ありがとうございます。